の意志を宿すスターチャイルド、ルナ、かつてオリジナル1を強奪した彼女の導きによりアステリズムのスターチャイルドたちは月の内側、その最深部へとたどり着く。しかし、スターチャイルドたちを待つのは無残にも破壊され、血に染まったクエーサーとかつて404特務部隊だった者たちの亡骸であった。最後の暗号をもとにやっとたどり着いたと思えばこのありさまか。いや助け。くそなんでだよ。よくもまた俺の部下を。これ以上部下たちを殺されてたまるか。残念だが、お前では私を満たすことはできない。不要だ。ダメ。星野くんはこんなところで死んじゃう。エイト、しっかりして。エイト。よかった。息はある。何が起こったのかわからなかった。こっちは3個正体はいたはず。なのに。弱。これがスターチャイルド。本物の強さ。桁が違いすぎる。あとはあんたたちだけ。言っておくけど、今度は見逃してあげないわ。あんたたち全員を始末しないと、私も安心して死ねないのよ。ルナ！やっと来たわね、お姉ちゃん。あなたを止めに来ました。これ以上、誰かの生命を奪わせはしません。そして、オリジナル1を返してもらいます。何寝ぼけたこと言ってるのよ。私と同じ兵器のくせに。それとも何？今さら自分は違うとでも言いたいの？404特務は2機を残して壊滅。随分派手にやってくれたじゃない。あの機体はダークウォーカーのダークギア。巨大ダークギアから脱出していたんですのね。特務の人、大丈夫？その声、ヒミコ？嘘。ナイルちゃん、どうしてヒミコがこんなところに？それよりなんでその機体に？ナイルちゃんこそどうして軍にいるの？大学に進学したんじゃ。ヒミコこそ研究所にいるって。はい、ストップ。おしゃべりはそこまでよ。二人とも積もる話があるのは分かったけど、今はそれどころじゃないわ。無事か、エイト。先輩、もしかして私を助けに来てくれたんですか？結果的にはそうなるな。安心しろ、二度もお前を死なせたりはしない。エイト、私たちが来るまでに何があった？なぜ軍の随伴機がお前たちを攻撃している？それが奪われたの、ハッキングで。軍のサーバーとデータリンクされた機体をか。おおむね先の戦闘でウイルスでも仕込まれたんだろう。鉄壁を誇る軍の電子防御も内側から食い破られればこのざまというわけか。なら随伴機を奪われたこの惨状も納得がいく。ならまずは邪魔な無人機を片付ける。お前たち二人は下がっていろ。いや、ここまでされて黙って見てられない。ナイルちゃん、そんな期待じゃ無理だよ。大丈夫、これでも一応は部隊のエースだから。ヒミコに助けられるわけにはいかない。ヒミコを守るために軍のスカウトを受けたんだから。ナイルと言ったか。お前の意思は理解した。だがお前たちも戦うというのならこちらの指揮下に入ってもらう。
分かった。エイト、お前はどうする？ナイルが戦うなら私も戦うに決まってるじゃん。そうか、なら特務で鍛えたお前の腕頼りにさせてもらう。任せてくださいよ先輩。道を切り開きます。これでいいのかな。見つけた。太陽に挑むか。援護する。行くよ。行くよ。当たる。行動を開始します。行くぞ。滅べ。行動を開始、遅延しよう。行きますよヨダカ、私たちの道を切り開きます。私が道を切り開きます。行動開始。支援してあげる。私に続け。頑丈だな。ファーストスタートして、この行くよ。
軌道はクリアです。行動を開始する。左遷。行くぞ。そこだ。私たちの旅は誰にも邪魔させません。このまま突き進みます。獲物はどこだ。乾く。このくらい平気で。いけ。見つけた。やるじゃん。相手をしてやろう。溢れる熱量を持ってこの技に全てをかける。やめれ。ありえ。あと、ああ壊れる。私が砕ける。これが星の輝き。私が落ちる。ありがとう、お母ちゃん。最後の友達になってくれて。計画をプラン B に変更。やっぱこうなるのね。強くなれた気がします。レベルアップだ。お姉ちゃんに近づけてるといいんだけどな。成長を感じます。無人炊飯器と赤力反応の消失を確認。残りはオリジナルワンだけです。ルナ、教えてください。私たちをこの場所に呼んだ理由を。こんなところで何をしようとしているんですか。世界平和って言ったら信じてくれる。ヘドが出るわね。オリジナルワンを強奪するためにアルテミスを崩壊させて何十万人も殺したくせに。ゴッドリレイヤーから地球を守るためよ。あの程度の犠牲、些細なものよ。些細なことって、あの時の襲撃で一体何人の人が死んだと思っているんですか。人間だけじゃない、の生命が失われたんです。2年前のグラビティロスを生き延びたあなたがどうして。待って、今ゴッドリレイヤーって言ったの。ええ、言ったわ。ゴッドリレイヤーアフロディーテが復活する前に私はあいつを殺さなきゃいけない。アフロディーテ。どういうこと。何を知っているの。そういえばあんたたちは知らないのよね。いいわ、ここまでたどり着いたご褒美に教えてあげる。この場所はいわば封印の遺跡。1億年前古代銀河人によって封印されたゴッドリレイヤーアフロディーテのね。ゴッドリレイヤーがここに。ファーストスターのくせにそんなことも知らなかったの。まあ天体バカの無能なファーストスターじゃ知らなくて当然か。いくつか不可解な点はあるが、お前の目的は理解できた。
ゴッドリレイヤーを撃つそのためにオリジナルワンを強奪し、私たちを招き入れたのか。そう。でも呼んだのはお姉ちゃんだけで、あんたたちは呼んでないんだけどね。しかしなぜだ、ゴッドリレイヤーの存在を知ってなお自身で撃とうとする。なぜ私たちを、 GT ラボを頼ろうとしない。これは星の家で犠牲になったみんなのためにも私が成し遂げなきゃいけないの。じゃなきゃみんなの死が無駄になるもん。星の家、犠牲、またです。私の記憶とルナの言葉がまた噛み合わない。あなたがどのようにその事実を知り、リレイヤーに取り入ったかは気になるところですが、それよりも問いたいことがあります。封印とは、何らかの事情により打ち倒すことが不可能な場合の問題を先送りするためのいわば緊急処置。地球の文明よりもはるかに高度な文明の人々ですら倒せなかったゴッドリレイヤーを、あなたはどのように倒すつもりなのですか。そしてそのゴッドリレイヤーはこの遺跡のどこに、どのように封じられているのでしょうか。へえ、ただの肺がん用ロボかと思ったけど、なかなか賢いじゃない。いいわ、教えてあげる。アフロディーテを封じてるのはあれよ。半透明の青白い立方体ですね。なんだ、あの箱が放つこの重力反応は恒星、いや、それ以上だ。きっとゴッドリレイヤーを倒せないと知った古代銀河人たちは超重力の檻に封じたんだ。正解。重力の檻という表現も含めてね。あの小さな箱の中にアフロディーテは囚われているわ。超重力に潰されることなく、今もその中で彼女は生きている。だからリレイヤーは欲しているのよ、この箱を開けるための鍵をね。それがオリジナルワン。オリジナルワンが古代銀河人の遺産なら箱も同じ。なら直接開封する術がなくても手がかりはあるかもしれないじゃない。でもそれはリレイヤー側の都合。私の目的は初めからアフロディーテをぶっ殺すこと。そう、あの封印体ごと私はアフロディーテを消滅させるわ。サンちゃん、急いで脱出、もう時間がない。急にどうした、ヒミコ。ルナちゃんがゴッドリレイヤーを倒す方法が分かったの。ルナちゃんの目的は封印を解くことじゃなくてゴッドリレイヤーを倒すこと。ならあの箱は開ける必要がないの。そしてあの箱がこの宇宙のものである限り消滅させる方法が一つだけ存在する。何ですの、ね、それは。ブラックホール。ブラックホールなら押しつぶしてくれるかもしれないし、それが無理でもリレイヤーの手の届かない場所に葬れる。正解よ、ファーストスター。ま、これだけヒントをあげていればいい加減気づくわよね。確かにそれなら可能だけど、ブラックホールなんてどうやって。可能よ、オリジナルワンと軍の超重力推進装置、この2つがあるこの状況ならね。ブラックホールは超密度の重力場。確かに理論上超重力推進装置搭載の機体ならブラックホールを生み出すことは可能ね。でもあくまで理論上の話に過ぎないわ。オリジナルワンの進化は高度な G 粒子制御能力といっても過言じゃないわ。問題は恒星以上の重力場を生み出すパワー。もちろんオリジナルワンのステラドライブだけじゃ出力不足。でも軍のおかげで補うことができたわ。だから
わざと特務の人たちを招き入れたんですね。出力で劣るレプリカとはいえ、数だけは持ってるのよ。有効活用しない手はないわ。おまけにクソジジイの生み出した意味語も処分できて一石二鳥ってね。そしてオリジナルワンと特務の機体に搭載された超重力推進装置によって生み出されたマイクロブラックホールは月ごと飲み込むか。そんなことをしたらあなたも飲み込まれてしまうんですよ。分かっているんですか。自分の生命をどう使おうが私の勝手。それに飲み込まれるのはあんたも一緒よ。私は星の家でのことを一生忘れない。この遺跡ごと忌まわしき記憶と一緒に消えてなくなりなさい。危険です。オリジナルワンのステラドライブが間もなく臨界点に到達します。それだけではない。特務の機体に搭載された超重力推進装置もフル稼働を始めた。オリジナルワンを中心に G 粒子が集まっていく。それってこの後どうなるんですの。128回の演算と256回のシミュレーションではオリジナルワンによって恒星級の超重力場が形成される。やがてそれはマイクロブラックホールとなり月そのものを飲み込むだろう。前期撤退だ。奴の無理心中に付き合う必要はない。急いで脱出するんだ。艦長、私だ。オリジナルワンは諦めて撤退する。いいな。分かった。急ぎ脱出するんだ。いいな、アイザック。ああ、失うのであれば月内に越したことはない。フルート、脱出までのリミットは。多く見積もっても10分が限界だ。言ってるでしょ、お姉ちゃんとその意味語、二人は逃がさないって。また無人機。軍はどれだけ無人機を持ち込んでるのよ。ほんと最悪。文句を言う暇があるなら手を動かせ。突破するぞ。ルナの目的はゴッドリレイヤーの消滅と私への復讐なら、ここは私が。ユダカ、私たちの道を切り開きます。これでいいのかな。行動開始。相手をしてやろう。援護する。この宇宙は私が守るんだから。
的開始。援護するよ。行動を開始します。感じます。やったな。星の指揮官、ごめん。行きますよ、ユダカ。私たちの道を切り開きます。相手をしてやろう。この宇宙は私が守るんだから。星が居場所を教えてくれる。索敵開始。行きます。大した傷じゃない。さすがに頑丈だな。ステラギア、アストライア、道を切り開きます。私に続け。少し黙ってもらう。行くよ。行きます。回復します。行きますよ、ユダカ。私たちの道を切り開きます。レベルアップです。レベルアップ。お姉ちゃんに強くなった気がするわ。
よし、突破口が開けた。エイト、私の機体に乗り移れ。その機体はもうダメだ。ナイルちゃんは私の機体に乗って。うん、わかった。ちょっとテラちゃん、何をしているんですの？ルナの目的はゴッドリレイヤーと私です。なら私がおとりを務めます。ヨダカ、今ならまだ間に合います。他の機体に乗り移ってください。その命令は拒否します。トウキはマスターと共に歩むと決めました。そして今はまだその旅の途中です。ヨダカ、ありがとうございます。ダメ、テラ、ブルート、お願い、テラを止めて。ありがとうございます。ブルートさん、わがままを聞いてくれて。すまない、これが生存するための唯一の可能性なんだ。あなたが気にすることではありません。陶器の演算でもこの方法が最善という結果が出ています。テラが残るなら私も残る。ブルート、ヒミコ機のシステムをロック、コントロール圏を一時的にアステリズムに移行、オートパイロットにシフトする。どうして？行かせて、行かせてよ、ブルート艦長。時間がない、全機離脱を急げ。テラ、テラ艦長、アイザックさん。これでいいな、アイザック。ああ、やむを得ない犠牲だ。ヨダカ、オリジナル1のステラドライブを破壊してこの馬鹿げた無理心中を止めます。そしてルナをあの機体から引きずり出します。行きますよ、ヨダカ。私たちの道を切り開きます。ルナ、死にたくなければ戦いなさい。仲間を失いたくなければ戦いなさい。この私とね。遅い。ヘビ不良なんじゃないの。死ね。当たりません。行きますよ、ヨダカ。私たちの道を切り開きます。沈んで、直撃。この私が、こんなことって。レベルアップだ。レベルアップですわ。レベルアップですね。ルナ、もう遅いわ。たった今ステラドライブが臨界点を超えた。もう何もかもが手遅れよ。親子三人仲良く地獄で会いましょう。死にたがりのあなたに教えてあげます。私たちのお父さんは生きています。ダークウォーカーの追撃を逃れて生きているんです。今です、マスター。わずかですが動揺から隙が生まれました。お願い、アストライア、あなたが宇宙を救うために生まれたのなら力を貸して。今だけでいい。ルナを私に救わせて。オリジナル1、ステラドライブの損傷を確認。しかしこれはアウト・オブ・コントロール、制御不能してやられた。もう私にも止められないわ。クロディーでクソジジイを葬れなかったのは残念だけど、まあいいわ。二人きりで地獄で。
姉ちゃん。